く保さん、おはようございます。いやー、昨日もですね、昨日ちょっと撮影しまして、まあ、焼肉をおごっていただきまして、また止めていただきまして、ありがたいですね。うん、なんかん、本当家家、なんか、僕の家,家なんじゃないかみたいな。 まあ今回ね、あの広がりっすかね。広がりの広いっていう。まあ展開っていうね、ありましたけども、まあいかにこう広げていくのかっていうのがね、やっぱ大事ですよね。うん。なんかあの、面白いのが、あの、まあドリームアカデミアにね、いっぱい講義あるんですよ。めちゃくちゃいっぱい講義あるんですけど、その中でたった一個ね、 たった一個あ,の、まあ、ある講義がありまして、まあ、そのある講義たった一個のね講義がきっかけでまあここになったと言っても過言ではないかもしれないなうんそうおまけみたいな感じでねその講義があったんですよでそのおまけみたいな講義をね見てね黒子くんっていう子がねあこれは面白いと思って広げてって で、さらにその広げたものをまた情報発信で広げて。<laughs> 1億円みたいなね。うん、もしあ,れあそこで広げられなかったら多分今ないかもしれないですね。うん、1個しす、たった。たった一個。<laughs> うん。面白いですね。うん、まあ僕も、久保さんもそうだと思うんですけど、まあ最初は1個の動画だったりとか、 一個のレターだったりとか僕もあのネットビジネス入った時は最初ねうさんくさいレター見てね大丈夫かなみたいなそっからそれがきっかけで広がって今にあるんですけどうんまあその時に広げられなくてねなんだこれ詐欺なんじゃないかと思って買わなかったら多分今ないですね本当にこれは。 あの時なんか希望を広げられてよかったなと思いますね。うん。まあこんな生活してみたいなっていう広げられたしまあ一般の人は多分そんな生活そんな成功を手に入れられるのは一部だっつってね閉じると思うんですけど僕は、まあ、確かにそうかもしれないけど羨ましいなと思ったしそんな人生を送りたいなと思ったから、まあ、広げましたよね。広げに広げて今に至るんですけど。 だって久保さんもなんか普通に考えたら、あの、麻雀店やってて、ね、なかなか広げられないと思うんですよね。しかもね、年も年だから、最近の若いやつは、みたいなね。最近の若いやつはすごいな、みたいなね。俺はちょっと麻雀しかやってこなかったから、まあ無理じゃねえかな、みたいなね。広げられないと思うんですよ。だからそれをよく、まあ広げたな、っていう。うん。多分ね、まあ、 ほととんんどの人は広げてると思うんですよねでもほとんどの人は閉じてるっていうどうせ一部の人だろうとか詐欺なんだろうとかうんどうせ稼げねえよとか私には無理だよって閉じてると思うんですよねこれはね多分そうだと思うんですよねうんいかにそれをもう広げに広げられるかっていうのが大事かなと思います、ね、うんはいということでいってらっしゃい